ママオコンマオココンンとは四南山陸全体のことを指します。ここは台北市分山区にあり二角山系に属する地域でほとんどの住民が中国の福建省安渓から渡ってきた長子の一族ですマオコンはその昔台北市最大のお茶の生産地の一つでした 茶畑には茶葉の輸送ルートとして小道が中央に走っています1980年に木作観光茶園が開園し小型バスが10本運行していました乗客はポットホールの地形近くにある終点のマオコンに対する印象が深くやがてマオコンは木作観光茶園の 代名詞になっていきましたマオコン地区では主に鉄観音茶が栽培されていますがタケノコの生産も盛んです茶葉は一年中青々とした葉を広げていますがタケノコは旬の夏しか見られませんこの地区には茶芸店が軒を連ねており観光レジャーを盛り上げようと 伝統的な茶道と飲食を上手に組み合わせておいしいお茶と料理を提供していますマオコンにもたくさんの登山道が敷かれており麓の国立政治大学から山頂へと続いています週末や休日になると山歩きを楽しむ人の姿が多く見かけられます登山道は 縦横無尽に伸びており新天ピンリン新港などにもつながっており沿線の自然景観や生態も豊かですマオコンは台北市の郊外台北盆地の橋に位置していますよく晴れた日には山頂から台北市全体を一望することができます夜の帳が降りて 明かりが灯った台北の街はとてもロマンチックです。マオコンは今や押しも押されぬ夜景の絶景スポットになっています。